はい、どうもこんにちは。ゴールキーパーコーチの広瀬義孝です。本日の質問はこちら。ゴールキーパーコーチはなぜ必要なのか、ゴールキーパーコーチはなぜ必要なのかを、答えていきたいと思います。こちらについては、今回は2つの項目で、答えていきたいと思います。まず1つ目の項目です。まず1つ目は専門性ですね。ゴールキーパーは、皆さん知っての通り、サッカーの11人の中で唯一手を使えたり、ペナルティーエリアの中で、ダイビングをしたりとか、普通の人とはちょっと違う、専門的なポジションであるということはご存知だと思います。この専門性は、足だけではなく手を使う技術の、専門性を教えたりとか、あとはダイビングとかローリングのように体を投げ出す行為というのはとても危険も伴いますので、正しく教えられるか、ここはすごく大事になってきますので、育成年代のゴールキーパーコーチは特にそこを大事に教えながらやってると思うんですけれども、そういった怪我のリスクもあるので本当の専門性を持っていないとしっかり教えられないっていうのはあります。ゴールキーパーコーチだけではなく、最近だとストライカーコーチがいたりとか、スローインコーチがいたりとか、いろんな専門性を持ったコーチが増えてきてますので、昔は監督、コーチ、ゴールキーパーコーチと、3人だったものが、今はいろんなアシスタントコーチも含めていろいろな専門性に特化したコーチも増えてきているので、今後はゴールキーパーコーチのみならず、いろいろな専門的なコーチが生まれてくる、そして専門性が大事だということがより分かってくるのかなと思います。そして2つ目ですね、コーチングスタッフの一人、こちらはですね、対戦相手とか含めてスカウティングをしたりとか、次の練習をどうしようとかいう時にですね、特にトップリーグはそうなんですけれども、監督、コーチ、こういったスタッフ陣でどうやってやっていくか、対戦を練るということをやっていきます。これはですね、監督、コーチ、ゴールキーパーコーチ、最低3人いれば最低限の多角的な見方ができます。監督という全体を見る目線、コーチという内部のフィールドの選手をよく見ているコーチの目線、そしてキーパーコーチというキーパーからの目線というふうに、ある程度全体をみんなで見ることができます。ここで一つ余談なんですけれども、なでしこリーグのチームでも監督とゴールキーパーコーチしかいないチームもあります。まあそれは人件費の問題だったりとかいろいろあるんですけれども、やはりコーチの一人としてキーパーコーチは外せない。それは先ほど話した専門性にもつながってきます。ここはもう絶対的にキーパーコーチしか教えられない域でもありますので、そういった専門性もありますし、コーチングスタッフの一人としてすごく重要なタスクを担っていると僕は誇りを持ってやっておりますし、そういったコーチングスタッフの一人なんだということも含まれております。